貸してます。めんどくさいからさっきこれ全部混ぜて食べてるんですけど、美味しいですよ。なのでいつも食事会とかパーティーアルコールがないんですね。皆さんどうもこんにちは、リティアと申します。よろしくお願いします。今日はですね、実は息子の誕生日なんですけど、まあ普通は毎年特別なパーティーとかはやってないんですけど、でもどうなのかお見せします。はい、皆さん夕方になりました。少しお話ししますけど、私は兄弟はですね一人いて弟です。なので私の家族はお父さん、お母さん、私と弟です。弟も結婚していて息子が一人います。弟の息子は私の娘と同じ年齢なので、よく一緒に遊んでいますね。で、私の両親と弟と私は別々の家に住んでいますね。よく集まっているのは、例えば今みたいな誰かの誕生日の時、もちろん両親の家にみんな集まって、まあなんかご飯、食べ物、飲み物とか持っていて、あそこで一緒に食べていますね。今回もそうですけど、ただ雨ですから、多分デリバリー、ここだとグフーズというのはあるんですけど、まあ日本だとグラップフーズかな。実はインドネシアもグラップフーズがあるんですけど、でもよく使うのはゴフーズですから、まあ、この動画のスポンサーになってないんですけど、皆さん見てみてください。何しようかな。うん？やってないです。注文しようという食べ物、マルタバク、やってないですね。残念。他は？まあインドネシアいらっしゃったことある皆さんはご存知だと思いますが、マルタバク、それからトランブラン、トランブランとマルタバクは実は別のものなんですけど、よくマルタバクマニスというのはトランブランのことですね。まあマルタバクというのは卵、なんだろうね、日本だとお好み焼きと一番近いかな。でも違いますね。そしてトランブランだと、それかマルタバクマニスも言うんですけど、甘いおやつですね。まあケーキと言えないのかな。まあ後でお見せします。でも残念ながらこの間見つけた美味しいマルタバク屋さん、トランブラン屋さんやってなくて、今嫁がちょっと頑張って別のお店で頼もうとしています。やっぱり早すぎました。今まだ5時になってないんですから、あのお店は5時からやってるんですから、もう少し待ってたらやってると思います。よかったですね。でも雨がですね、実は毎回誰かの誕生日になったら誕生日ケーキをいつも買ってきてるんですけど、でも今回息子は誕生日ケーキはいらないって言ってたんですから買ってないんですけど、その代わり今から買うマルタバク、トランブランを買って一緒に食べようかなと思ってて、娘です。もう一回見てみましょう。やってる？やってない？もう5時になってるのにね。2つのお店から頼んでるんですけど、もう嫁が決めて注文しました。まあ別のお店になってますけど、どうなのか見てみましょう。あれだと思いますけどね。
Terang bulan ya, Mas? Kasih ya, Mas. Oh, enggak. Kasih ya, Mas ya. Hitotsume desu. もう一つはあれだと思いますけどね。ちょっと待って。Terang bulan ya, Mas? Mas Tari ya? Iya. Makasih. Oh, enggak ada talinya. Kasih. 2つ目です。そうですね。これが、あれ？ちょっと話しやん。これがトランブラン、まあ、マルタバクマニスも言うんですけど、甘いやつです。チョコレートが入ってます。Do you like chocolate? This, Mama? This is... これもチョコレート。焼きパンですね。それはチーズですね。あとこれはマルタバクですね。うわ。ちなみにこれ全部買うのに安いですよ。あの誕生日ケーキ買うよりも。ああ、そう、マルタバクです。基本的に卵ですね。今お好み焼きみたいな。普通これご飯と一緒に食べますけど、まあ、これは一緒ですね。ただなんだろうね、味付けが違うだけで、あとは店が別ですから、うん、まあ後で両親の家に着いたら食べてみましょう。まだだよ、まだだよ。ちなみにこれ本物ですよ。日本のオリンピック2019年日本行った時にお土産でこれ買って、でも結局なくなったんですね。2022年のオリンピックは。息子がプレイステーションを持って行きます、ヨシの家に。あそこで私の弟とよく遊んでます。よし、行きましょう。行きましょう。私の両親の家は私の家から近いです。すぐです。多分5分で着きます。はい、着きました。猫ちゃんいます。猫。こんにちは。撮られねえ。わあ、お父さんはコーヒー用意してくれましたね。インドネシアのですね、こういう、まあ、パーティーとか食事会みたいなものに、日本と違うのはお酒がないですよ。その代わりコーヒーか紅茶。やっぱりインドネシア人はイスラム教の人が多いので、イスラム教はアルコール飲んではいけないんですから、なのでいつも食事会とかパーティーアルコールがないんですね。これがさっき買ったものですね。
これがチャーハンです。ナシゴレンです。これが焼きそば、ミーゴレン。さあ、どっちから食べてみましょうかな。yang pandan yang mana, Ma? Ini. Ini pandan. Ini biasa. Ya, pandan aja, Pak. いただきましょう。弟がなかなか来てないので、先にちょっとこれ食べてみましょう。チョコレートです。柔らかい。おいしい。あ、うん、チョコレートです。Aurel, itu Arsya datang. Itu. Ototo ga kiteru mitai desu. Jasu jalan. Arsya. これが焼きパンですけど、チョコレート、私実はこういうのは大好きなんですけど、あんまり食べ過ぎるとニキビが出てきますので、ちょっと我慢してきます。すいません、我慢できないです。焼きパンです。チョコレートが入っています。これでお腹がいっぱいになってしまいますね。オレンジジュースまで出してくれましたね。うブリル。フレッシュですね。じゃあちょっとこれ、うわ、チキンです。美味しそう、食べてみましょう。これもチャーハンですけど、今買ったチャーハンです。なんか屋台が来て、家の前にあるかな、あ、ない、あった、あの屋台で買ったチャーハンです。ナシゴレンです。こんな感じです。これはさっきのマルタバクで、いただきます。めんどくさいからさっきこれ全部混ぜて食べてるんですけど、美味しいですよ。これそうですね、インドネシアの味ですね。全然日本の味とは違いますね。味の説明はできないんですけど、まあ美味しいです。
弟の息子と私の娘は一緒に遊んでますけど、嫁が食べさせてくれてますね。プレイステーションの準備もできていますけど、食べ終わったら普通は私の息子と私の弟は一緒に遊んでますね。あ、美味しかったです。また後で食べますけど、とりあえずこのまんま。バナナですね。もう皆さんずっと動画撮っててはよくないんですから、ちょっと失礼させていただきます。今回の動画これで以上で、まあこんな感じかな。インドネシアの食事会は普通は最後にお酒とか飲みますよね、一緒にみんな。でもやっぱり私の家族もイスラム教なので飲まないんですから、ないんですし、もうなのでこれで以上で、また次の動画でお会いしましょう。またよろしくお願いいたします。